大島県吉1932年、大島県吉、ロスゴリン三段飛び金の南部忠平、ら、銀のスウェンソンと、1932年、原田正夫と、1934年、甲子園で開催された日米対抗陸上大会にて、1位の大島、2位の原田ともに世界新記録を出した大島県吉は、日本の陸上競技選手、 ロサンゼルスオリンピック堂メダリスト。元三段飛べ世界記録保持者、元大阪体育大学副学長、大阪体育大学名誉教授、日本オリンピック委員会名誉委員を務めた。石川県金沢市出身、関西大学卒業。幼少時から添付の才能を発揮し、瞬足でも鳴らした。1932年に行われた。 ロサンゼルスオリンピック陸上男子3段飛べに出場、金メダル獲得が期待されたが直前に、選手村宿舎のガス風呂の爆発により大やけどを、大うアクシデントに遭い、大島も最悪のコンディションで大会に臨むこととなった。しかし、大島は持ち前の自力を発揮すると、15メートル12センチメートルを飛んで3位に入り銅メダルを獲得した。四年後の百三十六年、 ベルリンオリンピックでも有望視されたが15メートル07センチメートルで6位入賞を果たした。だが、メダルには手が届かなかった。金沢市の手広く履物賞を営む商家に生まれ、金沢商業学校在学中に第4、高等学校主催の中等学校陸上競技大会の3段飛べで優勝。関西大学法律科に進学し、アムステルダムオリンピック予選会を兼ねた。 全日本選手権で総幅飛び2位、3段飛べ3位と、なるも1に漏れた。1932年ロサンゼルス大会では、南部田平の金と共に、銅メダルに輝いた。ロサンゼルスオリンピック出場により、広橋ゆじ子と並んで、石川県初のオリンピック選手となった。大学卒業後は1934年に、大阪毎日新聞社へ入社、運動部記者として働く一方、 15メートル82の世界新記録を樹立。首相として挑んだ1936年のベルリン大会では6位に終わったが、田島直人の金により日本は3段飛べで3連覇を達成した。1939年には国際学生競技大会の日本、選手団団長として東欧、ドイツ、オーストリアを転戦中に第二次世界大戦が勃発し、 選手団を帰国させた後、自身は毎日新聞社の従軍記者として、ドイツ戦線を取材、1945年5月のベルリン陥落を見届け、ポーランドの収容所を経て、終戦直前に帰国。戦後は毎日新聞東京本社の政治部を経て、運動部に配属され、日本のスポーツ界復興に尽力した。日本スポーツ協会会長の平沼良三とは、 旧地の中で国民体育大会の実現にも貢献し、1946年には平沼より JOC 設立のための幹事に任命され、アマチュア選手の倫理規定、スポーツマン工領の基礎に携わり、1959年には JOC 委員に選出された。ドイツ仕込みの科学トレーニング理論の重要性を解き、スポーツ科学研究グループを発足させて自ら座長となり、 スポーツ指導者や大学教授らと研究を重ねた。1962年に創設された若者育成のための日本スポーツ少年団の誕生にも尽力した。1964年東京五輪招致にも貢献し、日本体育協会東京オリンピック選手協会、対策本部長と日本選手団の団長を務め、金メダル獲得16個の実績を残したことから、 東京オリンピックを作った男と呼ばれた。新聞社を定年退職し、1965年には自らその創立に奔走した大阪大学大学副学長に就任。1980年モスクワ五輪ボイコット論争の際には絶対参加を訴える大島声明を発表。1982年には 日本人初のハンス・ハイン・リッヒ・ジーフェルト賞を1985年には国際オリンピック委員会よりオリンピックオーダー現象を受賞した。陸上界切手の理論派として知られ、ドイツ語が堪能だった。役所も多い。引退後は指導者としても力を発揮し、最新鋭のトレーニングをいち早く取り入れるなど、日本陸上界の近代化に大きな役割を果たした。 1984年に食道癌のため入院し、翌年初頭にドイツへ渡航中のロサンゼルスで倒れ、3月に76歳で没した、京王寺に眠る。2014年には五輪の鉄人、大島県吉物語が毎日新聞で35回にわたって長期連載され、翌2015年には日本体育協会が指導者、 育成50周年記念式典において大島を特別表彰した。2018年にはオリンピックを作った男国王の改革者と題した大島の再現ドラマがテレビ放送された。ありがとうございます。